こんにちは、こんばんは、ゲーム動画でいこうです。ヤヒコ記念経理も、最終日、12レース決勝戦の予想をお送りしたいと思います。はい、まず概要です。えっ、ー、と、こちらですね、えっ、ー、と、非常に、えっ、ー、と、細切れ戦となったのですが、まあ、2社のラインの、が3つあるんですが、えー、その中から、 えっと、後期に和田が仕掛けて、そのマークする柳田の記念初部位に期待したいと思いまして、えー、6番柳田から行きたいと思います。はい、もう少し詳しく言ってみましょう。12S 決勝戦です。えっ、ー、と、こちら1番車に地元かつ SKS 班の諸橋が乗ってますね。 はい。えっ、ー、と、一応、並び予想では先行一社ってなるんですが、たし、本当にこれ先行一社なのかなっていうのはありますね。えっ、ー、と、バック回数はト、トップは確かに、あの、地元の諸橋を、あの、後ろにつ、が後ろについている数木で8回なんですが、まあ、そんなに、 ドカーンと逃げるわけじゃない。ただまあ今場所はバックが2回取ってるんで、うやっぱり一番積極的なのはまあ間違いがない。えー、そしてですね、2番目がヤーダの6回、3番目が坂本の4回、あ、えっ、ー、と3番目は姿の5回ですね、えー4。4番目が坂本の4回で以下、 えー、和田るが3回。これが以上バックを持ってる選手で。で、ホームまで置き換えてみると、えー、鈴木が9回でトップは変わらないんですが、2位が坂本ということで、結構坂本仕掛けるときは早仕掛けをするか、一度前へ出て、あの、仕掛けを待つかっていう競争をしてるんじゃないかなと思います。 まあ、嫌なダイ姿、和田に関しては、うん、まあ、ホーム回数がす、より、バック回数の方がかなり多いんでえ、かまし、早めのまくりっていうところが、あの、武器なのではないかと思います。で、えっ、ー、と、スタート回数は、港が3回、四季王が2回、岩津が2回ですかこれらの選手、みな短期です。 他が一回以下なので、ちょっと読めないですね。誰が前を取るか。諸橋の可能性はあるかなと思います。まあ入れ、入れ替えが結構激しくなると思うんで、もしくは牽制の試いになるんで、前を取ってるの有利不利はあるんでしょうけど、 まあ、それうはう誤報なってみないとわからないですし、ひとまずはあんまり気にしないことにします。で、えー、並び見てみると、和田にヤーダですね。ヤーダが前だと思ったんですが、えー、っと、和田がここ前を回るということで何かこれするんじゃないかなと思います。まあ、和田はあの、スピードはあるけど、後続距離が短い。 で最近はその航続距離の短さを、疲れて、やっぱり届かないというケースが最近多いですからね。一時の、まくりのパーに比べれば、かなり先方読まれてきてるな、という印象はあります。ただですね、今場所見てみると、ええー、っと、 初日、二日目とバック取ってるんですよね。なので、まあ、このまままくりばっかりではいけない。ということで、後期に仕掛けないといけないっていう積極的な競争を心がけてるんじゃないかなと思います。まあ、ただですね、出来はそんなにいいとは思わないですね。 そうか、バックを取りに行ってるのは他に鈴木だけなのか。となるとやっぱり鈴木が先行すると。やっぱり後ろ地元の諸橋ですからね。悲願の、やっぱり地元ですから、何としても優勝欲しい諸橋は。SKS 班の意地もありますからね。ここはですね、あのー、それを、 背負った鈴木は、やっぱり積極的に行くんじゃないかなと思います。まあ、もっとも、鈴木は先行力で、えっ、ー、と、4コーナーへ粘れるかといった疑問で、諸橋は最後、自力を用意しないといけないような流れになってくるんじゃないかなと思います。で、坂本姿、これもかましなのかなという気はしますね。えっ、ー、と、坂本が前ですよね。 坂本がどう考えてるか。まあ、姿を引き出す競争というのはあまり考えにくい。姿も自力チェンジするかといったら、どうかな。最初から前回ってた方がいいかとは思うんですよね。そうした方が、あの、鈴木諸橋の後ろ、3番手を取りに行ける。で、もし3番手を 他の選手に邪魔されて取りに行けなくても、それなりの行為を回れるんで、チャンスだと思うんですが、ここはまあ、今後のこともあるのかな、まあ、あの、新山強平とか、いい若手も出てきますからね、人の死を回る競争っていうのを覚えるという、あの、意味合いもあると思うんですよ、姿にとっては。なんで、えー、この位置から、 という、目論見みなんではないかなと思います。で、えー、短期3人。これはいずれもですね、3番手欲しいでしょうね。3番手取って、そこから、えー、っと、諸橋。当然、鈴木が4コーナーで、垂れてくるったり、諸橋が、もう番手から仕掛けちゃうケースもあるんで、そこから、もう、諸橋を抜き去る競争というのが、3人とも、 えっと、四季を、皆と、岩津の三人ともベストでしょうね。でですね、えー、っと、考えてみたんですが、まずは、まあ、鈴木が先行対戦に入るのは間違いない。三番手は、ちょっとわからないんですけど、 まあ、237のいずれが、いずれかが取ってて、で、そんなにもつれないならば自然に並びが決まっていくんじゃないかなと。で、和田や坂本に関してはですね、そんなに3番手取るよりは足溜めて一発っていう競争なんじゃないかなと思います。まあ、このように読みやすい競争ですね。ただ坂本は当てて仕掛けちゃうんじゃないかな、ホームぐらいから。 という気はするんですよね。一応、そのまま行っちゃったら、諸橋絶好ですからね、なんか、姿に任せられたっていうこともあり、やらなきゃいけないと坂本も思ってるでしょうから、結構坂本は早めの仕掛けになったんだけど、諸橋裁かれて不発っていうような気はします。で、さらに、こっからが、まあ、本番、本番の予想なんですけど、 らにその後ろ、上を、その上を行っちゃうのが和田まくるなんじゃないかなと思います。まあ、最近の和田枕は、あの、もうできれないとかいうことが多くて、ちょっとやっぱり落ちてるなっていう感じはあるんですけど、積極的な競争をしてるっていうのがあって、でしかも今回嫌だが、 後輩にもかかわらず、自分が前回るって言ってるぐらいですから、まあ、矢ダは、あの、名古屋記念で、先輩のですね、渡辺雄大、渡辺裕貴を、もう引っ張って、二段掛けで優勝させた実績もあるんで、それは矢ダが前回って、ーダに叩かせて、 で、和田が自力発信でいいと思うんですが、それでも和田が前回りたいってことは、やっぱり、積極策をしてくるんじゃないかな、と思います。まあ、積極策って言っても、あの、坂本が叩いた後に仕掛けるんじゃないかな、という見込みで、その方ができやすいですからね。 なんで、えー、っと、和田ができて、やなだが追走もろはしが切り替えるでしょうで、ただちょっと車間が開くと思いまして、あ、二車間のオズを見せないといけなかったんだ。で、人気は結構ばらけちゃってるんで、なかなか悩ましいとこではあるんですが、 モ橋ハシからでもそんなにあ10倍を切ってはいないですよね。まあ最もモロ、みんな点数を多く買わないといけないんで、すごい難しい。ですけど、私の予想はナダです。やっぱり和田が積極的な競争をあのしようとしているということ。 で、えーと、和田は末が甘い、えー、かつ柳田はやっぱり今まですごくやっぱりピンピンピンと勢いに乗っているというのがあって和田の仕掛けに乗って最後は抜け出してくるんじゃないかなと思います。それにです、ねまあ、個人的にもですね、名古屋記念で渡辺雄太を引っ張って やっぱり生きのいいところ、やるときはやるっていうところを見せましたからね。で、まくりも鋭いですし、すごくあのセンスのある、一度りも上手いですから、センスのあるいい選手なんですよね。まあ、こういう選手は応援したいなと思って、応援の意味を超えて、えっ、ー、と、ヤーダを本命にしました。で、もちろん、あの、前を回る和田まくるとは折り返しで、 えっと、まあ、本線みたいなもの。まあ、もう一つの本線がやっぱり切り替えてくるも地元諸橋ですよね。これらがメインなんですが、あとは、えっ、ー、と、短期3人と、えー、姿。坂本がある程度行けなくてもうまく、あの、外踏むなり、潜り込むなりして、えっ、ー、と、チャンスを。 取ってくる可能という可能性もあるんでまあ姿3着こういう時3着が多かったりするんですけど一応抑えないといけないかなとで短期の3人もハシを後ろ回ってるんで諸橋が無理やり足を使う仕掛けになるとその後ろから、まあ、ある程度晒しで回ること条件ですけど、えー、この短期の3人も軽視できないんじゃないかなと思います。 で、えっ、ー、と、オッツを見てみると、結構、まあ、穴人気はしてるんですよね。6号筆頭に。で、61、69もそうですけど、まあ、その分短期の3人だとちょっとつくかなっていう。まあ、もうちょっとついてほしかったですよね。しむしろ、和田幕の方が人気しそうなんだけど、まあ、嫌なだ。 やっぱりピンピンピンできてるっていうのはかなり大きな大きいと思ってるんじゃないかなと思いますそれでもまあ大ズは下がっちゃいましたがえここはナダに期待したいと思いますはい以上ヤヒコ記念決勝戦の予想をお送りいたしましたえチャンネル登録を えっと、してほしいなと思っております。もしまだチャンネル登録されていらっしゃらない方、えー、チャンネル登録ボタンへ登録よろしくお願いいたします。えー、高評価、コメント、SNS など、たくも歓迎しております、えー。ブログ、ツイッターやっております。説明欄にアドレス記載しますので、よろしければ見てください。また、この動画、最後の20秒で、関連動画、動画プレイリスト流れます。 お時間がありましたらそちらを見ていただければ嬉しく思います。はい。というわけで、ヤヒコ記念の決勝をお送りいたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。